はいどうもさっくんです、えー。今回はこちらの、えー、100円均一のダイソーで買った、えー、キューブ型ヤスリっていうのをご紹介したいなと思います。えー、こちらあのモデラーの先輩がちょっと使ってるということで、えー、ダイソー行ってる時にいろいろ回ってたんですけどいや、なかなか売ってなくて、 直、えー、の近くのダイソー行ったら、たまたま一個だけ残ってました。ので、えー、何もあのー、使う目的ないんですが、えー、せっかくなんで買ってきました。えー、と、この特徴は、えー、この四面すべての、えー、面で、えー、この粗さが違うと、いうことで、えー、一番上に見えてるのが中目。まあ、400番。 で、この下が粗めの240番で、その反対が、えー、細めの600番。で、この見えない裏側が、えー、仕上げ用の800番ということで、えー、どのように使いやすいのかっていうのを、ちょっとこのプラ板の切れ端でやってみたいなと思います。 本当はあの制作するもんがあればね、えー、ちょうど使ってみたいな思ったんですけども、ちょっとたまたま、ヤスリ掛けするようなものがなかったので、えー、ちょっと試作の、このいらないプランでやってみようと思います。まあ、このように開けたら、もうこのまま、これスポンジですよね、全部、全面。このスポンジヤスリみたいな感じです。 すべ、ねえー、て、あの、紙とかそういうのじゃなくて、この面自体が全部スポンジですね。というよりもスポンジの上にこの、何ですかね、紙ヤスリを貼り付けたような感じでしょうかね。えー、マイ DIY と。えー、これあのダイソーの,の DIY の多分ブランドみたいな感じだと思います。 でではですねこの粗めの240番でこのちょっと尖ってる部分滑らかにしたいなと思いますお百均にしてはあのなかなかの、ね、削り具合ですねなかなかいい感じに削れてくれるじゃないですか で、本当はもう持ち手はこうですね。えー、今ここ持ってたんですけど、こうです。えー、この黒い面は別に、えー、何もないので、ここで手で持って、こう、力を入れれる。ということで、こういう感じで使うんだと思います。で、このように、えー、粗く削ったら、今度、この面に変えますと。次、400ですね。 綺麗になったかな今度はあの粗く削ったところをちょっと滑らかに平らにしていくとこんな感じですねで次600番でさらに滑らかにしていくと。 今度はこの角を取りましょうかこれ案外いけるこれはすごいはい。 丸くできました。で、今度仕上げに800番ですね。ちょっと最初のこの状態だと、ちょっとあのザラザラ感、まだまだ残ってる感じがするんで、最後にこの仕上げの800番で仕上げていきましょう。 おぉ、これでもすごい。普通にこれで十分だと思います。あ、これすごいですね。はい。これでですね、えー、先ほどまで、えー、この下のようにちょっと尖ってた、切れ端のところを、えー、このように丸く、え綺、ー、麗に、 触り心地のいいように、えー、整えてみました。十分ですね、これ。あの、紙やすりわざわざ出してきて、あの、入れ替えるよりも、こうやってこの、使いたい粗さを、こう、くるっと回して、えー、対象物にこう当てて、こ力入れれるんで、全然これでいいと思います。で、かつ、 え、持ってるところが熱くならないので、これめちゃくちゃ便利やと思います。これでもあの、ダイソー結構回ったんですけど、なかなか売ってなかったですね。やっとあの、最後に行ったダイソーのえーラスト1個でした。多分あの、模型とかやってる人以外でも、あの、注目してるアイテムだと思います。 えっと、一応 YouTube で、え、この、え、キューブ型ヤスリ紹介しはる方いるかなと思って調べたんですけど、全くいませんでしたので、え、これぜひ、あの、この動画見て、あの、ダイソー、え、ある場所とか探していただけたら、え、もしあったら、あの、コメント欲しいなと思います。というわけで、今回は、 100円均一のダイソーで売ってました。このキューブ型ヤスリというのをご紹介いたしました。画面の左上タップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価やツイッターのフォローもお願いいたします。